本日も唐戸の商店街に来ております。今日はこちらの八百屋で買い物をしようと思います。先ほど動画撮影と YouTube に上げる許可をいただいております。去年ニュースになった台湾のパイナップルがなんと下関でも売ってるみたいですね。1個680円だそうです。結構お客様が多いですね。というわけで、今日はトマトを6個買おうと思います。900円ですね。ここは唐戸市場からすぐの場所にあります。あ、向こうに関門ヤーフが見えております。あちらに神山神宮、向こうに印城寺というお寺があります。お向かいはシャッターになって早40年という感じになっております。昭和の時代はすごくにぎわっていたと思いますが、今はこんな感じになっております。というわけで買っていこうと思います。ありがとうございます。はい、1,2,3,4,5,6 ですね。900円ちょうどあります。この店はいつからですか？昭和からですか？いや、ここに移ったのが何年前？3年？もう2年半ぐらいですね。こんな最近なんですか、ね、はい、あ、すみません、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。というわけで今日の取材完了です。